最近越してきたママ友がかなりの問題ママで、大いに悩まされていた一致。だが、世界一臭いあの食べ物が一致宅に来訪したのをきっかけに、事態は思わぬ方向へと動き出す。世界一臭い缶詰シュールストレミング踊るママが盗んでいった結果、番組の途中ですが、ここで緊急ニュースです。首都東京にて、CBRN テロ発生か。都内某マンションにおいて、住民よりマンション内に恐ろしい異臭が充満しているとの、通報がありました。先ほど警官隊が到着し、捜査が行われています。私一致も今、マンション前に到着したのですが、うぐ、あたり一面に、花が腐るような異臭が。なんかヤバそうなんだが、これ、俺ら放っといて大丈夫なやつ ?CBRN、テロ化学、生物、放射性物質、核を用いた兵器によるテロ。マジだったら、ガクブル。何やら極めて深刻な様子の書き込みである。スレミンたちの間には緊張が走った。その約1分後。あ、ただいま速報が入りました。今回の批判が判明したようです。テロを起こした凶悪犯、その名は、ゴクリ。ババン、シュールストレミングです。な、何一種、シュールストレミングだと。シュールストレミング、国家最大級の警戒レベルに値する超危険分子。え、そま。全世界を恐怖に陥れたあのシュールストレミングか。泣く子もだまるどころか臭くて失神するというあのシュールストレミングか。ウィキってみた。シュールストレミング。主にスウェーデンで生産、消費される、塩漬けのニシンの缶詰。その強烈な匂いから、世界一臭い食べ物と評される。おい、釣りかい、お前ら乗りすぎ。てへぺろ、しかしそれはそれで激ヤバ。実際狂気な臭さなのだ、いっち、何事よ。釣っちゃってすまんね、お付き合いいただいた皆様どうもです。でもね、釣りだけど完全に釣りでもない。今、マジで警察沙汰になってんの。ほんとヤバいの。てかみんなよく知ってんな。私はつい最近まで知らなかったよ。シュールストレミング。テレビやら腰痛でやら引っ張りだこだから。メシウマ人間なら一度は見たことある代物。しかし物本警察沙汰とは穏やかでない。一致は現場なの?大丈夫?余裕あるならことの経緯を説明希望ぬ。わけあって一応は当事者だと言える。さっきまで軽く警察に事情を聞かれてたんだが、もう解放されたから今はヤジウマみたいなもんだね。ってわけで余裕あるから書き込みます。こうして一致は語り出した。世界一臭いあの白物が巻き起こした事件の一部始終を。まずいきなりですが、事件のきっかけになった衆様の出所は、うちです。念押ししとくけど、あくまで出所。もちろん事件を起こしたのはうちの人間じゃないよ。知らない人がいるかもしれないから、念のため衆様のプロフィールはこちら。ニシンを塩漬けにして発酵させた物の缶詰。スウェーデン出身、14世紀にはすでに存在していたとされる意外と文化的風土。キングオブ臭い食べ物、魚が腐った匂い、下水道の匂い。直射日光下で放置しすぎた生ゴミの匂い、数日掃除を怠った公衆トイレなど諸説あり。補足、周期指数計にて8070アラバスターを記録、納豆452アラバスター、ドリアン1650アラバスター。補足、あまりに臭いので現地では屋内での開館を法的に禁止。補足、臭さのあまり国連が危険物と定める。空輸時は高度 UN3334 月機超ビッグ待遇。ありがとう。では、衆様についてはこのくらいにして、ことの経緯を話していこうと思う。メインキャストは私一致、そしてうちの隣のマンションに住む A ママとその旦那。なお、ヒルドラ的ドロドロ修羅場とかそういうんではないので念のため。A ママは、3ヶ月ほど前にマンションへ越してきた。A ママの家族は旦那さんと息子のヒロキくん。ヒロキくんはうちの子と同じ幼稚園に通ってる。同じマンションで部屋も近いとあって子供同士はすぐに仲良くなった。間もなく互いの家を行き来するようになり、ここまでは普通によくある話。しかし次第におかしいと感じ始める。なんだか、あの人が来ると物が消えているような。とはいえ明らかに何かがなくなってるわけじゃなく、例えば観葉植物に下げてるバナナが2房とか、お手洗いに置いているペーパーが3ロールとか、まあそのくらい、テーブルに出してたキットカットが10個ほど消えたりしたけど、食べたのかもしれないし、ゴミはご丁寧にカバンに入れてお持ち帰りか、言って間違ってたらややこしいよな、と、結局何も聞けないままに日々を過ごしていた。だが、ある日私は気になる噂を耳にした。子供がヒロキくんと同じスイミング教室に通ってる B ママが話してくれたんだけど、A ママは毎日のように幼稚園のママの誰かの家に出没していて、どの家でも地味に何かがなくなっているらしい。A ママ、泥ママ疑惑浮上。他のママたちと相談した結果、このまま放っておくわけにはいかない、真偽を確かめようということになった。私の家でママ友会を開き、A ママとその多数人の幼稚園ママを招待する。うちに全員集合してもらった後、さりげなく A ママに留守を頼み、A ママ以外の、ママたちは一旦退室、私は出かけたふりしてこっそりトイレに隠れる。誰もいなくなったリビングにて、何やら A ママが動き出した気配を察し、
私は音を立てぬよう細心の注意を払って抜き足差し足忍び足でリビングへ向かうと、ああ、やっぱりね。A ママは、お取り用にテーブルに置いてたお菓子の山をごっそりエコバッグに詰めていた。何してるんですか?と声をかけると、ビクッとこちらを振り返る。そこへ私から連絡を受けた他のママたちも戻ってきて、事情を聞こうとしたら。おほほほ、大変。重要を思い出したわ。それでは皆様、ごきげんよう。逃げた。その場で話を聞くことはできなかったものの、結果的に A ママの泥ママ疑惑確信に変わったのでした。で、さすがにこの一件があってから、A ママの悪事はなりを潜めたかといえば、そうでもない。私たちのそばは避けようとするんだけど、A ママは、ひろきが遊びたいって。と言いつつ何かと家に押しかけてくる。子供を出しに使うというのがまた腹立たしい。じゃあひろきくんだけよこしてくれたらいいのになぜかくっついてくるし。手慣れているのか何なのか、防ごうとしても物が消えるのを止められない。もう園長先生に相談するしかないかと、ママ友内で話が出ていた。で、そうこうしているうちに起こってしまったのが、この度のシュールストレミング事件です。いよいよですな。みんな集合、始まるよ。ワクテカが止まりません。事件の前の晩、我が家に習慣がやってきた。旦那が会社の飲み会のビンゴで当てたんだと。世界一臭いんだぞ、お前どうするよこれ。と同僚さんに散々からかわれて帰ってきた旦那は、苦虫を思う存分噛みつぶしたような顔してた。ちょっと調べてみたらもう相当らしく、しかも放置したら発酵しまくって余計に危険度が増すという立ちの悪さ。さてこの野郎、どうしてくれようか。私と旦那は悩みに悩むも結局答えは出ず。その翌日、A ママの凸があった。どうせまたなんか取ってくんだろうなと。もう諦め半分なので、できるだけ被害を抑えるのに全力を尽くす。しかし A ママが帰ってびっくり、習慣が消えてるではないか。そういえば、冷蔵庫を開けた時に奴が中を覗き込んできて、あれなん?って聞かれたから、とりあえずなんかすごくレアな缶詰なんだって。って答えた記憶がある。それでターゲットになったのだろうか。あれ何って聞いたんだから、こいつのヤバさも知らないに違いない。こりゃまずい、すぐに取り戻さねば。しかしこの時私の中に悪心がムクムクと湧き上がってきた。いや待てよ。もしかしてこれはチャンスなのでは?私は習慣をどっかにやりたい。そして A ママは習慣が欲しいらしい。まさにウィンウィンではないか。ついでに想像してみる。A ママが喜び勇んで、習慣を開けた時の光景を、ブシャーっと汁が噴き出したら当たりは負の海、阿鼻叫喚。その時の A ママの顔はいかなるものか。ぷ、やばい、これはかなりいい気味だ。ぜひ開けてくれ、さあ開けるがよい。と、悪の道へと誘われつつあったが、今度は両親がストップをかける。待て待て待て、習慣の恐ろしさを甘く見るな。A ママはいいにしても、周りへの迷惑を考えろ。マンション中に激臭が漂うのは必須。それに、旦那さんやひろきくんは?罪もなき人々を巻き込んでいいはずない。知ったこっちゃねえよ。A ママは泥ママ、その家族も同罪だね。ダメ、あまりの匂いに失神する人もいるらしいわ。どんなトラブルが起こるかわかったもんじゃない。自業自得だっての、なんで取られたこっちが犯人のことをもんばかってやんないといけないのさ。元はといえばあなたの旦那がホイホイ持ってきたのが悪いんでしょ?最後まで責任持つべきだわ。的な感じで天使と悪魔が大喧嘩。どうにもこうにもならなくなってたが、結局のところこの葛藤は無駄に終わることになる。翌日になってもまだ結論が出ないまま私がひたすらに悩んでいたその時、玄関のチャイムが鳴った。もしかして A ママが返却に来ちゃった?ち、なんだ面白くねえな。いやすみません、正直そう思った。しかしそこにいたのは A ママではなく、その旦那ただ一人。やけに険しい顔なんですが、何?もしかしてもう開けちゃった?こうか不幸かそうではなかったんだが、話を聞いて驚いた。旦那は開口一番こう言ったのだ。家内が、あなたにこれを無理やり押し付けられたと。これがなんだか知ってますよね?うちで開けたらどうなるかわかってますよね?一体どういうおつもりですか?え、何心の中読まれた?って、いやいやないない。一体どういうおつもりですかって一体全体どういうおつもりですかね?確かにちらっと、いや結構かなり、開けたら開けたでいい気味と思いはしたが、押し付けたなどという事実は断じてない。わけがわからず首をかしげる私に、旦那さんが語った内容は以下の通りです。本日会社から帰宅したところ、リビングのテーブルの上に奇妙な缶詰を発見する。食品会社に勤め輸入食品にも精通する旦那さんは、すぐにその正体に思い当たった。まさかこれは噂の最強食品兵器、シュールストレミングではないか。旦那さんはそれはもう驚き、すぐさま妻を問い詰めた。お前どこでこんなものを、リビングに放置するなんて何考えてんだ、ひろきが開けたらどうする。これ、すごーく貴重な缶詰なんでしょ?美味しく料理してあなたに喜んでもらおうと思って。どう?偉いでしょ?とでも言わんばかりに自慢げに言い放たれ、旦那さんは頭を抱えた。これが何なのか知らないのか、世界一最悪の缶詰なんだ。開けたら最後、か、考えるだけで恐ろしい、美味しく料理。
食えるか、冗談も大概にしてくれ。と、それを聞いた A ママは逆ギレして。そんなの知らない。イッチさんの家に遊びに行ったら、帰り際にいきなりこの缶詰を渡されたの。やけに勧めてくるからおかしいと思ってなんとか断ろうとしたけど、もらってくれなければ返さないと脅迫され、受け取るしかなかったのよ。とのことであるが、A ママが語ったのはそれだけじゃない。いわく、私は近隣で有名な超問題ママらしい。家に呼んだら何かと物を勝手に奪われ、せっかく作った手作りお菓子も全て持ち去られ、最近はあの人が来ると必ず何かが消えている。幼稚園のママは一度は被害に遭っていてうんぬん。話しているうちに感情が高ぶってきたようで。私はずっとあの人に嫌がらせされてるの。あなた、何とかしてきてよ。私は悪くないのに、責めるなんてひどい。と叫び、こんなもの、とばかりに習慣を窓から放り投げようとしたの。住んでのところで止め、ひとまず事情を聞こうとうちに来たらしい。なんだこのびっちょびちょの濡れ衣は？あんたの妻が盗んだんだろうが。と叫びたくなったが、今後の付き合いを考えるとこじらせるのは良くない。私はなんとか落ち着こうと努力を重ね、旦那さんの誤解を解くべく冷静に事情を説明した。この缶詰は確かにうちにあったものですが、私が A さんに渡したなんてありえません。危険な缶詰だということは重々承知してます。そんなものホイホイ渡す人がどこにいます？いきなりなくなって、こちらも焦っていたとこです。奥様、間違えて持っていかれたのでは？もちろん、これまでお宅から物を持っていったとかましてや盗んだなんて事実は断じてないありません。奥様、何か勘違いしているのではないですか？と、いろいろオブラートに包みまくって、まあこんな感じです。とはいえ無実を示す確固たる証拠はなく、旦那さんが信じてくれなかったら積んでただろう。しかし幸い、私の主張を聞いた旦那さんは腑に落ちた表情で。なるほど、やっぱりですか。とぽつりと言った。聞けば、A ママには以前から盗癖があったらしい。前にいたところではトラブルが相次いでとうとう住み続けられなくなり、このマンションに越してきたのだという。これまでの恨みつらみをぶちまけたいのは、山々だったが、暗い顔をしている旦那さんを見るともう何も言えなかった。申し訳ありませんが、缶詰はお返しします。この度は大変なご迷惑をおかけしまして。と旦那さんが習慣を差し出してきたので、いらないのにと内心思いながら受け取って、ふと気がついた。あのお缶詰、一つ足りないようなんですが、昨日私がテーブルに置いていた習慣は三つ、A ママが帰った後は一つもなかったから。三つすべて持ち帰ったと思われるんだけど、ここにはなぜか二つしかない。別に一つ足りなくたって、処理してくれるならこっちはむしろありがたいが、行方不明はまずい。おかしいなぁ、忘れてきたのかな、ちょっと見てきます。と首をかしげながら旦那さんが言ったが、取りに行かせてまた持ってこさせるのも感じ悪い。ちょうど買い物に出ようとしていたところだ。習慣持ち歩くのはなんか嫌だけど、少しくらい持ち歩いたからっていきなり開くとかはないだろうし、仕方ない、引き取りに行くか。イッチは旦那さんと一緒に A ママ宅に赴き、缶詰を引き取ることにした。しかし、その後家に着いた二人の前で、衝撃の光景が繰り広げられる。A ママ宅に到着して旦那さんが中に入り、玄関で待機してたら、お前何やってんだー。と旦那さんの張り裂けそうな悲鳴が、のっぴきならぬ事態を見て取り、無礼を浴びつつ勝手に上がって現場に急行すると、目の前には、ほんと何やってんだーってそれしかない。この後に及んで A ママは、缶詰に缶切りを突き立てようとしてたのである。泡を食ってる旦那さんを見てニヤニヤしながら A ママは言った。下手なお芝居とかもういいから、私、ちゃんと楽天市場で調べたのよ。これ、一つ6000円もするのね。絶対に美味しいに決まってるじゃない。私を騙して独り占めしようったってそうはいくもんですか。そして、私にもニヤニヤしながらこうである。ねえ、イッチさん。私にこれをくださったわよね。美味しいからぜひ食べてみてねって、一度あげたものを返せだなんて、それ、人としてどうなのかしら。いえ誰も返せだなんて言ってません。欲しいならぜひ差し上げます。では、私はこれで、スタコラさっさと逃げ出したかったですよ。でもこの状況で放置して逃げるとかそれこそ人としてどうなんだってもんだ。私は覚悟を決めた。えい。ナムさん。きっと来るきっと来る。え、来るー、きっと来るー、ちゃうの？三大勘違いかしきたー。いやどうでもいいわー、一気は無事か。約2秒後。プシュ、ブシャー。ギラー。これぞ断末魔、とも言うべき恐ろしい悲鳴がマンション中に響き渡る。もはやこれまでと事態を予期した私と旦那さんは、全力を振り絞って花を摘んでいたのでまだマシだったはず。それでも、ぐ。いやいやこれはない、予想の100倍ヤバい匂いに言葉そのまま鼻が曲がりそうになった。ましてや何の準備もしないままに習慣を開けちゃった A ママの惨状と来たら、突き立てる場所が悪かったのか開けた穴から一気に汁が噴き出して顔面直撃。おされな服も、多分23区か自由区あたりの1万超えだと思うんだけど、びっしょりになってご愁傷様です。
パニクった A ママが缶振り回したせいでそこら中に汁が散乱、冗談抜きの地獄絵図。この生き地獄から逃れるため窓全開、換気扇フル回転にしたことによって、みるみるうちにマンション内外に匂いが充満し、激臭に驚いた複数の近隣住民が通報。冒頭に戻る。とりあえずオツでした。てか、A ママなぜ楽天で調べた？普通にググったらどんなもんかすぐわかるだろ。最近の通販フリークのやからは、Google よりネットショップ検索も多いらしいぞ。ついでにポチるから立ちが悪い。頭壁ありに通販強化。A ママ、旦那さんの苦労が見て取れるね。離婚推奨。すごい、よくわかりましたね。さっき旦那さんが言ってたんだけど、A ママは買い物依存的なとこもあって、特に通販の衝動買いが半端ないらしい。家にあるものの8割は盗品か通販品だろうって。盗品は気づいたら返しに行くんだけど、それでも手が回らないところはあるから。あなたも被害者ですし、うちのことはうちで何とかしますから。って勧められて、今、家に帰ってきました。半当事者として離れて良いのか迷ったけど、私は向こうの一家にとっては部外者なわけで、場に居座って家庭の問題に踏み込みすぎると楽に迷惑になるかもしれないと思ってね。最後に旦那さんが、もう、離婚しますかね。と言った疲れた顔が忘れられない。学生時代の友達で腕利きの弁護士と結婚した子がいるから、今度紹介してあげようと思います。以上、現場から一致がお送りしました。お付き合いいただきありがとう。その後しばらくして一致から A ママ夫妻が離婚に至ったとの報告があり、シュールストレミング事件は終結した。一致と周りの人間に大迷惑をかけ続けた泥ママは、自らの行為によって身を滅ぼすことになりました。もしもあなたに一致のようなママ友がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみにシュールストレミング缶は、日本では通販ショップのみのお取り扱いとなります。興味があれば、一度購入をご検討ください。